フランスパンの神様と呼ばれフランスパンを日本に広く伝えたビゴの店の創業者フィリップ・ビゴさんが一昨日亡くなりました76歳でしたフランス出身のフィリップ・ビゴさんはフランスパンを日本に広めるため1965年22歳の時に来日しました探してるんだとお前行かないかという話だったんだ 7年後の1972年、アシ屋ア市にビゴの店をオープン、長年フランスパンを作り続け、数多くの弟子を育てた一方、2003年にはフランスの勲章、レジオン・ドヌールを受賞去年11月には、日本の現代の名工にも選ばれました。ねこれはまあ財産です、ね 見ごの店というあのものがね、どっちかといえば、えー、育ち方がです、ね、あの大変に、えー、厳しいでね、美味しいというあのもの、パンを作るためには、時間が長いですからね亡くなったおとといは、美ごさんの76歳の誕生日でした。